おはようございます。今日はシアターイメージフォーラム、これから羽根の月を見てくれると思います。では行ってみます。おはようございます。今日は先ほど拝見した羽根の月、川瀬直美監督、この人の特徴は、なんといってもドキュメント並みにリアルな空気感、ずっと奈良で撮ってるんですけれど、その奈良の山奥の生活の雰囲気やら、そこにまつわる民話やらの中に、古典に対してその古典の舞台となったその古代の息吹があるところで映像化するみたいなやり方に関しては、インド のケララ州のアラビンダとか、ドイツの、ジャンマリー・ストロープとか、彼らの映画を思い出させるところがあり、それでいてちょっとその描き方はオカルトチックであり、虫が出てくる暗い夢の描写みたいなところがあって、気持ち悪くなっちゃったりもしたんですけれど、まああれで気持ち悪くなるっていうのはやっぱり過去の、その民話の重さであったり、美しく撮られた中でそういう、ちょっと悪夢みたいなものを見せられることで、すごく入り込んでた分、感覚的に気持ち悪くなってしまったということで、それだけ感覚的に入り込ませる映画っていうのを彼女は撮っていて、それは素晴らしいことだと思います。それではこれで失礼します。